キランベディは、インドの社会活動家。また、インド警察における初の女性警察官としても、知られている。キランベディは、プラカシュラル・ペシャーリアおよびプレムラタ・ペシャワリアの次女として、生まれた。アムリトサルの精神修道院附属学校から、軍用年学校に進み、アムリトサルの女性国立大学において、英文学で学士号を取得した後、 チャンディーガルのパンジャブ大学において政治学の修士号を主席で取得した。その後、1970年から1972年までカルサ女子大学において政治学の講師を務めた後、1972年7月インド警察に入隊した。キランベディはニューデリーにおける交通取締まりから国際連合代表団における文民警察顧問に至るまで、 多岐にわたる任務を遂行したが、国連においては勲章を授与されている。なお、この間に、彼女を有名にしたのが、インディラガンディ首相の車を、駐車違反の角で移動したことである。このエピソードにより、彼女はクレーンベディとして知られている。1993年、キランベディは、ティハール刑務所の所長に任命され、受刑者の待遇の改善のために努力した。 この刑務所はインドで最も大きなものであり、受刑者は理想的とは言えない環境に置かれていた。彼女は衛生状態の向上や囚人からの苦情の受付などに心を砕き、環境を大きく改善した。また、囚人から融資を募っての初等教育や外国語、教育、ビパッサナー瞑想などの全く新しい試みも導入された。また、 このように公務に従事する間も研鑽を重ね、1993年にはインド工科大学において PhD の学位を授与された。これらの功績が認められて、1994年、彼女はアジアのノーベル賞とも称されるマグサイサイ賞を受賞した。その後、キランベディはチャンディーガルにおいて警察署長に就任したものの、州内務大臣に部下を無断で、 定職処分されてから対立し、さらに母親が脳卒中で意識不明になるという不幸も重なり、41日間での退任を余儀なくされた。国連の文民警察顧問を務めた後、彼女はデリー警察本部長を期待したものの、その地位は後輩に譲られた。彼女はチャンディーガル不妊前より非政府組織において民間支援活動を展開しており、 これを契機に NGO 活動に注力するため2007年彼女は警察を早期退職した。警察を退職した後国民と警察本部との間をつなぐためのウェブサイトである www.saferintia.com を開設した。このサイトは警察に訴えを聞き入れてもらえなかった市民から非常に好評である。なお、私生活においては 1972年にブリジベディと結婚し、4人の子供を設けている。また、かつてテニス選手であった父の影響から、キランベディもまたテニスの優れたプレイヤーであり、22歳の時にはアジアンレディースタイトルを獲得している。ありがとうございます。